じゃあこんにちは。こんにちは。はい、じゃあ早速質問します。はい、はい、今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。はい、学校に説明会で、来ていただいた時にお話を聞いて、インターンの話を聞いたので、興味が湧いて参加させていただきました。はい、ではインターンを始める前の経験を教えてください。インターンを始める前は、学校でユニティによるゲーム制作やウェブ制作や C++ の勉強などをやってきました。はい、では今回インターンシップでやった内容を教えてください。インターンシップでは、ココス2D を使ってブラックジャックのゲームを制作しました。それと、記事を書いて動画を撮るというのをしました。何の記事ですか？映画の、アメコビ映画の、紹介動画を撮りました。はい、はい、では、今回インターンシップを終えての感想を教えてください。はい、ココス 2D での、ブラックジャック制作をしたんですが、ココス 2D を使っての制作は初めてだったので、最初はすごい難しくて大変だったんですけど、だんだんと、少しずつ使い方が分かって、ゲーム制作が進むようになってから、楽しく制作できたので良かったです。それと、社会人の一日の流れというものを体験できて、今後社会人として生活していく中で、有意義なものになったかなと思います。以上です。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。